きなだけウッディやってる技すよ。若林健三じゃん。マジで。あ、もうね、キーパーのレベルがアマチュアとプロの差が一番だから。ああ。ベストイレブン。マリノスになっちゃうな。いいね。それいいね。結局そういうことだね。なんかね、やっぱ同じチームでやってる。ね、いい時。だってそっからさ、はい、下の方に下がっていったらさ、そりゃ上の人たちの方がうまいに決まってるしさ。上昇寺高原でしょ。ああ、フォワードから。うん。上昇寺高原。高原同級生か。うん。やっぱ違う。いやちょっと違ったね。その高校の時から中学高校か。うん。シンジもいるもんね。いやでかいし。ね、大きかったんでしょ。小学校の時からあの大きさなんでしょ。で高はそのまま190ぐらいになっちゃえばよかったんだよね。うん。でも足めっちゃ速いんですよ。そうでしょ。普通にだファンバステルになるんだけど、そこまで伸びなかったってことでしょ。うん。やっぱ上昇寺もいい。上昇寺はなんか知んないけどうまいっす。うん、わかる。なんでかわかんない。なんか知んないけどいる。あいつちゃんと止めて叩くことができるんだよね。うん。姿勢を。うん。ポストね、そこなんだよ。はい。そう、だから草サッカーやっても太ってても動けなくてもボールが結構収まって預けて。でフットサルでさ、ジョーカップっていうのが何年か前、毎年まあ分かんないけど、俺たまたま呼ばれて行って、うん、で俺サッカー勝っちゃったんだけど、うん、でもなんかジョーがこうやってハイタッチしたらハイタッチして肩外れちゃったみたいな。誰？ジョー。そうでしょ。バーンってちょっとずつ。サージ本当に？落ちないとかあるからね。それね。ふざけてますね。先輩だけど。そうかそうか。勝負じゃん。マリノスか。あいつはね、鳴り物入りで。そうっすよ。すごいっすよね。いやジェフの時にもうだって何試合連続ゴールって時に、うん、レッツ戦でも決められたからね。高校卒業して1年目なんてさ、俺だって三菱社員って、何も通じなかったもん、こんな感じでしょうか、はい、まあ、フィジカルもそうだし、そんなに違うんだな、はい、あとシュートが入らない、はい、キーパーがうまい、うまい、そう、吉勝さん、マジで、ペナ外から好きなだけ打っていいよって言われたんですよ、若林健三じゃん、マジでリアル版だと思う。いや、もうね、キーパーのレベルが、アマチュアとプロの差が一番だから。ああ、やっぱそうなんだ、うん、やっぱいいチームにはいいキーパーがいて、強いチームにはいいキーパーがいるから、うん、J1 と J2 のキーパーの差、うん、またなでしこリーグもそうだけどさ、全然違うよね。今は逆にほら足元も要求されてるからさ。そうっすよね。だって仙台でさ、うん、松永茂達さんが移籍してきて、はい、あの人はバックパス取っていいみたいな人じゃない。はいはいはい。後ろ、はい、バックパスじゃさ、いらねえよバカ野郎って声出てバックパスすんじゃねえよそのまま怒って。いや怖い。繋ぐで大事にしとったら、もう繋げるのにいらねえよバカ野郎って言ってやばい、それはやばい。最高でしょ。そんなしげさんは今マレスのキーパー講師だから足元とか教えてるんですか。教えてんのかな。お前ら上手いからいいよってんじゃないの。でも多分こうやって一緒に練習してるじゃん。だってイークラとかってさ、上手かったしさ、ね、まあ、しかも彼らなんかもう本当そう典型じゃん。だって今のマレスのサッカーだって絶対そうなわけじゃん。必要っすね。それをだからキーパー講師しげさんだからさ、大丈夫かなってずっと心配してんだけどさ。で会うとさ、大丈夫しげさんだよ、うるせえよ。そんな感じじゃん。キーパーはキーパー。キーパー吉勝さんかな。奈良さんって奈良さんかもしれないですけど、でもまあ一緒にやってる方ですね。だって衝撃じゃん。高校卒業して本当違うよね。いやマジで。やべえ、本当にこんなうめえんだと思いました。わかる。センターバック。松田とか。まあ松田はね外れないね、それはね。トゥーリオいいやつだからトゥーリオが入っちゃうな。マツダトゥーリオいいね、うん、ルーズそうでちゃんとやるみたいな。そうお互いがなんかこう集中しろよ、まあ、これ言ったらまあ喧嘩しながらやるみたいなね。なるほどね。自由な2人
2人だから気使わないとやれないっていう。右サイドバック、サイドバック森祐介森祐介も昔のサッカー選手の匂いがするからね。あまあまあ、いやいい選手よね。いや俺思ってる以上に能力高い、能力高い、ね、どっかのスクールやってますよ。あ、ベルディやってたから去年まで、で今年からどっかスクールやってます。あ、そうなんだ、はい、森祐介ね、確かに確かに悪いけど、悪いと言われてるけどね、うん、印象がね、退場の仕方とかね、うん、表彰式に何メダルを外してたとか、分かんないけど、はいはいはい、森祐介でしょ、左は左っすか、じゃあ長友でいいですか。そうなんだよね、相馬なんて読めてる。あでも相馬さんのプレーとかあんまり分かんないでしょ、印象的にはそんなに、そんなに分かんないです。はい、ね、左に長友、中盤4人、ボランチ、いやでも全部同世代になっちゃう、やっと、うん、やっとね、中村俊輔、小野伸二、左サイドバック中田浩二にしておきましょう。あほう、同級生だからそうだねでも中田浩二は、うん、定義の時はボランチ、ま、あボランチなんだ、うん、前じゃないんだ、前じゃないです、ボランチです。キャプテン、キャプテンです。あ、そうだから見たのか、その賢いんだ、うん、賢いっすやっぱ高校2回賢いっす。ボランチ、なんか絵がやっとやっとでしょ、うん、だから俊介と慎二をこうどういう、まあ、一応システム的にはどうしますか。やっとはボランチじゃん、はい、俊と慎二をこう小川さんに積もるよ、ね、だすごいねゴールデンエイジ、わけわかんないっすもそうだね、すごいな、やっぱり埋まらないっていう、その中盤がやばいやばいです、はみ出ちゃう、どうしてか分かんないですでもフォワード2人はもう決まってるわけじゃん、はい、高原と城彰二が、はい、中盤4人になるしかないわけです、はい、そうです。遠藤稲本、遠藤稲本、小野中村みたいな、小野中村、はい、三津くんごめんなさいみたいな、はい、しょうがないですそれはしょうがない、あそこまでがやっぱすごいね、すごいっすね、その世代ゴールデンエイジって言われるだけあるね。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、シュートだろ。